おはようございます。やんちゃです。2022年7月30日土曜日の朝です。タイマー18分、18分のタイマーを開始します。はい、なんかトンボが飛んでるいいですね、トンボね。なんだっけ、トンボ、トンボはコバエを食べてくれるコバエの天敵がトンボだという話があって、で、なんだっけ、オニヤンマくんあのヤンチャクラブの、そうだな、初期だよな、10月の中旬ぐらいですかね、あの小林戦争編っていうのがあってあのリストにもまとめてあるので気になる人は見てほしいんですけど、あの小林がここの屋上に湧きまくって大変みたいなシリーズがあるんですけど、その時にあの一応全てのこう顛末が終わった後に、あのどっかアマゾンかなんかでポチっていた小映え対策グッズが届いて、でそれがオニヤンマくんっていうあのトンボの模型なんですよね。そのトンボの模型を置いておくと、なんか小映えがそれを見て、あ、我々を食べるやつがおるみたいな感じで逃げていくっていう商品わしコバエってトンボを見て逃げるっていう機能備わってないと思うんですよね。だからあれは本当に、なんて言うんですか、ギャグみたいな商品なんだと思ってるんですけど本当に効くのかなあれ。とても効くとは思えんのだけど、はあ、でそれ持ってたんですけど、なんかこのカバンの中にずっと入れっぱなしにしてたら、あの羽とか足がバラバラになって、なんかちょっと明らかにゴミになってしまったので捨てたという経緯があるんですけど、もしあのこれからね、秋にかけてコバエの対策をオニヤンマくんでやってほしいという人がいたら、あのウィッシュリストに入ってるのでどんどん送ってくださいそしたら、うん、使いますよ別に効果あんのかな。そんなトンボを見て逃げるとかやんないだろう。はい、というわけで今日もタイマー18分にしたことから分かる通り、あれプランクやりました。へー、あープランク、さてやりますか。よいしょはい、開始。取れてるかな、んか毎度毎度思いますけど取れてるかどうか。なんかカメラの定位置を決めたいですけどね。ああやばいな、なんか今日はのっけからきついな。なんかあのハビティファイっていうあの習慣を管理するアプリがあるんですけど、それでなんか毎日プランクをやるみたいなチャレンジに誘われたので参加してるんですけど、なんかそれに書いてあるのが毎日2分間やるって書いてあって、で今やってるのって1分半じゃないですか。だから30秒足りなくて、だから後から追いプランクを30秒やって足してるんですけど、30秒だとそんなに負荷がないんですよね。かといってじゃあ2分に伸ばすのかって言われると、ちょっとこれをね2分やるのどうか
考えても無理。グはあ、はい、終わり。グもうなんか転換が雑。いやなんかプランクやってる最中も言ってましたけど、ハビティファイっていうなんかアプリをやってるんですけど、なんか毎日毎日通知が来て、おめえこれやったんかみたいな。でやりましたって言ってポチってすると、毎日できてて偉いなみたいなことを言ってくれるアプリなんですけど、なんかそれ前はなかった気がするんですけど、あったのかな、気がついてなかっただけで、あのソーシャル機能みたいなのが追加されてて、あのチャレンジっていう、ここからここまでの期間、毎日、まあ、もしくは各週とかその曜日とか、まあ、いろいろ設定できると思うんですけど、あのこの感覚でこれをやるみたいな、なんか習慣のセットをなんていうんですかね、作って、それをリンクにしてみんなにシェアすることによって、そのリンクを伝って参加してきた人みんなでそのチャレンジをして、そのチャレンジに参加している人の中でちゃんと続いている人はこの人とかっていう、なんか序列をつけるやつ。いやでも確かに一人で孤独に何かをやるよりも、なんかみんなで寄ってたかってみんながやってるからやろうみたいな気持ちを盛り上げてくれるシステムとしては結構よくできてる気がしていて、これ面白いなと思ってるんですけど、なんかやんじゃクラブのなんかリスナーの人がそのチャレンジを作ってシェアしてきたので参加してるんですよ。でそれが何かっていうと、そのやんちゃクラブプランク2分間チャレンジみたいなやつなんですけど、なんかいつの間にか2分間っていう縛りになってて、でも私1分半しかできないですよね。これなんか一昨日ぐらいから1分半やってる気がするんですけど、マジで1分半がね、おそらくですけどフィジカル的にも限界なんじゃないかな。だから2分できないんですよね。でもその習慣アプリなんだっけ、ハビティファイの中にはそのチャレンジに対して 1.5 分やりましたって申告するわけですよ。そうすると、いや2分だからまだ今日のノルマには到達してねえとかって言ってくるから、しょうがないなって言って夜寝る前とかに30秒追加するんですけど、30秒は全然負荷がなくて余裕ですね。なんか40秒過ぎぐらいからなんか腹筋の様子がおかしくなってきて、なんかブル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 ってなってくる。よくできてますねあれね。うん、だ本当は30秒じゃなくて、まあそういう意味ではその2分間って言われてすり切り2分間やるんじゃなくて、なんか寝る前に、まあ、1分半はちょっときついので、なんかブルブルし始めてもうやめとくかっていうぐらいまではやって、こうちょっとオーバーランするぐらいがちょうどいいかもしれないですね。マジ30秒全然効かないですね。だから 4,50 秒やってちょっとなんかちょっと効きましたみたいなやつを入力して、なんか毎日ちゃんとできてますねって言われたい。あ、今日の分も入力しよう。はあ、なんかやんちゃクラブの収録をするみたいな、そういう習慣も作ってみたんですけど、なんか入れるまでもねえなっていう気はしてきた。やってるので普通に。はあ、そうそう、現在の連続記録とか出てくる。でこのハビティファイってなんか有料アプリなんですよね。なんかサブスクっていうか、なんでこれ毎年かな、年払いかなんかで3000円ぐらい払うやつなんですけど、なんかね 5,6,000円払うとハビティファイのサービスが続く限り、あのライセンスが続くよみたいなやつ、なんか買い切りみたいな感じのやつができるんで、私は買い切りになってます。
なんかセールで買い切りが安かったんですよね、5、6000円で。まあただ最近は全然ねハビティファイ使ってなかったので、まあ使い始めるいい機会になりましたという感じです。さてちょっと時間がまだ時間ある。はあ、何の話しようかな。なんかルアプログラミング言語ルアの勉強ちょっとしてるっていう話をしたと思うんですけど、なんだっけ、8クイーンズプログラムのその問題を提供していたアイズオンラインジャッジっていう、まあ、サービスがあるんですけど、まあ、アイズ大学のなんか競技プログラミングシステムみたいな。で、まあ、ここでルアーの勉強してもよかったんですけど、なんかアイズオンラインジャッジのシステムだとルアーでコードを提出できないっていう問題があって、じゃあ似たようなサイトで他のその強プロのサイトを対応しているとこあるかなと思って調べてみたら、アットコーダーっていうサービスでルアーの提出に対応していたので、ちょっとここでなんかルアープログラムの練習をしようかなと思ってちょっとやり始めてます。アットコーダーって結構メジャーだと思うんですけど、競技プログラミングの世界では。私も昔ちょっとだけやってたことがあるんですが、なんかまともなレーティングではないです。なんかレーティングっていうのがあって、なんか毎週とかやってるコンテストでいい成績を残すとなんかスコアがもらえて、そのスコアのなんだろう、あれ移動平均とかなのかな、スコアの偏差値の移動平均とかだと思うんですけど、おそらくそれでなんか自分のなんだろう全体における位置づけみたいなやつが、まあ、点数で出るんですけど、その点数に応じて何点から何点までは何色みたいな感じで色がつくっていう、まあ、あれ面白いからわしも赤になりたいと思ったんですけど、いや赤はなんか確か最高位かな無理なんですけどせめて色がつきたいと思ってやってたんですけど過去10回ぐらいやんないとなんかレーティングがなんかつき始めないみたいな縛りがあって、まあ多分捨てアカ対策だと思うんですけど、ある程度連続して参加してないとレーティングがあんまり反映されないっていう問題があるので、私その10回参加するっていうハードルを超えられなくて、まともなレーティング状態ではないですいやまあ多分これじゃああと4回ぐらいやれば10回に達すると思うんですけど、じゃあそうなれば色がつくのかっていうとちょっと怪しい分かんないけど、なんかね一時期からどんどん参加者が増えて、でそのレーティングを算出するのって全体のうちの自分の位置づけだから、なんか全体のレベルが上がれば上がるほど相対的に自分のレートが下がっていくという問題があって、結構きついんですよね。まあ全体がレベルアップしてくるいく勢いに負けずに自分もレベルアップすればいいんでしょうけどなかなかねがっつり勉強しなきゃいけないし、なかなかねとか言ってる間に結構放置してたアカウントがあったので、それで過去問も解くことができるので、そのコンテストの過去問をルアーで解くっていうのを今やってます。いやなんかなんだろうな、そのルアーの本とかを読んでそのサンプルコードを写経してなるほどこう動くんだっていうのもまあ勉強にはなるんですけど、なんか差し当たって目の前にある問題を解くみたいなことがやっぱりなんだろう上達、その言語の上達に結構役立つので、なんかようわからん言語とかをやるときはこういう強プロのサイトの簡単なやつ簡単なやつをいくつか解くことによってなんかああ使えてきてるみたいな感じで慣れていく取り組みをしてますね。
だこのアットコーダーはいろんな言語に対応してていいですね。アイズオンラインジャッジは10種類ぐらいだったかな。でもアットコーダーだと多分30種類とかうん10種類はあって、かなりマイナーな言語でも対応してるの偉いですね。はい、なのでちょっと引き続きやっていこうかなと思います。本を読みつつアットコーダーの簡単な問題を解くみたいな。難しい問題はそもそもわしが何だろう一番得意な言語で臨んでも解けないんでなんだろう、アルゴリズムの本とかを隣に置きながら1日とか2日とかかけていいんであればなんとか解ける気もしないでもないんですけど、なんかそういうレベルですね。はい、いや本当になんだろうな、あの超絶問題をサクサク解けてる人たちは尊敬しますね。さて次の話題ですが、なんか、まあ、長女がですねそろそろ誕生日でなんか何が欲しいみたいな話になってるんですけど、今回の誕生日プレゼントがですね、なんかリクエストがコピックが欲しいっていう話になってて、あーついに来たかとコピックってなんか画材なんですけど、昔からですよね、もう相当昔からあって、そのイラストを描く人たちがそのイラストに着色するときに使うアルコール溶媒のインクのマジックみたいなやつで、なんか結構高いんですよね。1本350円とか400円とかするやつなんですけどそれの36色セットみたいなまあ確かにねいいかもしれんと思ってポチりましたけど、これねなんかなんで欲しいかって言ってるっていう、なんで欲しいと言ってるかっていうと、なんか最近夏休みに入ってから毎日色紙を書いてるんですよね。サイン色紙みたいなやつ、あれにイラストを書いて着色してで日付を書いて箱に入れるみたいなやつをずっとやってて、これを40日間やることによってその、まあ、裏に日付を書いてあるからその時系列で並べることができるんですよね。だから夏休み開始時と夏休み終了時までをこう並べることによってこう絵の上達具合のグラデーションができるはずだみたいな、そういう企画をやってるんですけど、いやー偉いそういうの偉い、そういうのができるのはね本当に尊敬しますね。でもあれか、超高速やんちゃクラブ的な超高速やんちゃクラブも何だろう、1から100まで並べるみたいなやつを3回やってますけど、わしなんかやんちゃクラブをやるのなんか上達してます？やばい、なんか進歩が見えないっていう絶望の淵を見てしまった気がするけど、まあいいか、はあ、でなんかそれの一環でその色紙に着色するのにコピックあった方がいいよねっていう、そういう話なんですよね。今はその毎度おなじみダイソーで買ったそのなんか10色セットみたいなペンを使って着色したりしてるわけですけど、まあ、ダイソーのペン別に悪くはないですけど、なんかそのまあセットで売ってるもんだから、なんかよく使う色とかがすぐなくなっちゃったりして、その都度セットを買ってとかやってるとなんか使わない色とかはどんどんダブって増えてくけど、よく使う色だけがないみたいな状態になったりして、なんか実はなんかずっと使い続ける前提に立つとダイソーのペンはそんなにリーズナブルじゃないよねみたいな、もしくは何 SDGs 的にもなんかそぐわないよねっていう話になってきた、なってきてるんですよ。でコピックはじゃあどうなんだっていう話なんですけど、コピックは使い捨てじゃなくて、なんかこうペンがあったとして、なんか空この例えば青が空になりましたってなったら、
なんかそのキュッキュッキュッていってパカッて外すのかな、わかんないけど、なんかペン先かな、ペン先のマジックのあの何、発泡スチロールみたいなやつあるじゃないですか発泡スチロールじゃない、スポンジみたいなやつあるじゃないですか、硬いスポンジみたいなやつ、あれをキュッてなんかピンセットかなんかで外すことができるんで、外してその穴になんか補充用のインクを追加することができると。なのでそのペン自体はずっと使うペンになっていて、でペン先とかも消耗したら取り替えることができて、しかもそのインクがなくなったらそのボトルで買ってきたインクを補充することができると。確かにね、そのよく使う色だけボトルで詰め替え用インクを買ってきといて、それを補充し続ければ確かになんか昔からね、プロはま問わず御用達みたいなペンだっていうことだけは把握してるんですけど、まあ長い間使われてきているだけあるなというのは思いましたね。はい、なんでそれが届いて、はい、なんかねいい感じで使い始めるのが楽しみですね。さて今日はですね、家の片付けですね。今日ピアノ教室がないので、今週発表会があったからかな、先生もお休みしないとね死んじゃうでしょうからなのでこの後ですね、編集してアップロードしたら家族みんなで家の片付けをがっつりやっていきたいと思います。じゃあバイバイ。